競争成績です。1着3番深谷智博、2着6番今垣幸太郎、3着1番吉川元博で、払い戻しはご覧の通り、2連単3連単ともに満州圏の高配当です。勝った深谷選手、レースでは5コース進入になりました。コンマ16のスタートでまくりを決めています。勝ちタイムは1分57秒3です。なお5着となりました4号艇の西山隆博選手、不良候補によりましてマイナス7点となっています。初日の戦いも残すカードあと3つとなりました。第10レースのメンバーが間もなく登場しますが、ここまで9レースまでが終わって逃げ決着は4本です ね、 ですね、はい、はい。この後は松井選手が1号艇で今日は1回走り、人気を集めての登場ですが、4番5番この辺りがどういう攻めを見せるかですね。うん、まあ、スタートタイミングはどうか。あ、そうですね、今も深谷選手ね、はい、そんなに、はい、16ですから、うん、そうですね、うちがね、珍しく20代、30代でしたもんね。はい、トップスタートでそのまま出て切りました。はい、スリット体型が非常に気になります。大丈夫です。ご覧いただきましょう。終盤です。貫禄で押し切ってみせるか、ファンの圧倒的な人気を集めて1号艇の松井茂です。これまで登場した SG 全て予選突破という山田浩二、初戦の大敗はここでリカバリーしなくてはなりません。こちらは胸高なる SG 初戦となりますが、3号艇の松崎雄太郎です。連勝のチャンスが巡ってまいりました。初戦は引走行の赤岩義雄、こちらはまくり出し棒音がかなり返ってくるインパクトありました5号艇の徳松秀樹、サイアウト寺調整で少
こうしたアンケートの上積みを感じるこういう6コースの魚谷こそ怖い存在ですが、魚谷智之カードに4号艇の赤い輪が下げていきました。スローには松井山田山崎松崎、そして赤い輪徳増魚谷がダッシュ後方に下げています。スタート10秒前となりました。並び1番から3番4番5番6番の進入です。予選競争10でスタートしました。インセンター4で揃った状態でありますが横一線切り、こうなればインから回答攻撃工程の松井秀樹3号艇の松崎優太郎外を振る小回り4号艇2号艇バックへ入った山田に赤い輪でありますが2号艇堂々と押し切り成功。3の大きな人気に応えて2号艇の松井秀樹先制スター男性女王3号艇の松崎優太郎4号艇競り込んでくる赤い輪コーナー先に回った勢い感じ3号艇松崎優太郎が冷静に2つ展開。2番手には3号艇の松崎優太郎です。4号艇の赤い輪3番手ただ関係人間2号艇山田浩二高校6号艇大谷と6号艇の徳松が続いています3番手争い2号艇整備かける山田浩二外から外回す4号艇の赤い輪かわす枠へ入りまして上位は変動なく1番3番4番の体形です。感じる一等勝負で1号艇の松井茂3号艇の松崎優太郎が2番手2号艇山田浩二再三コーナー戦で絡んでくる4号艇中井は飛び落ち着けて叩いて体勢変わって上位は変動なく1番3番4番で大時計前を通過していきます。大きな番の2つに応えて独走1号艇の松井茂3号艇の松崎優太郎4号艇外を回してる中井はバックへ入ってピーク分間隔を進めています。松崎優太郎とは定冠の方がその他2手審判 SG クイズインで3号艇松崎2番手を確保できるか4号艇地元ホームコースの赤いは最後は変化を加えて内を切り込んでくる。それでも3号艇の松崎振り切る先頭2番の松井茂折り2着で3番の松崎で4番の赤岩が3着2番の山田6番の魚谷、あと5番の徳松、ボリー